ピッチへと向かってこの後入っていきます。今日も大勢のサポーターの方がここをシティライン、画面右から左に攻めるのが岩田。今前半がスタートしました。今日はただそういった意味ではボール際かなり厳しくいってますよね。そうですね、前線からまあ人数をかけて、まあ、ツートップしてるっていうところはそういうところはあるかもしれないですね。さあ抜けた上城狙った、うん、ここですね。シンプルですけど、まあ、ロングボールが、山本に入ってそこの打ち所を上城ってくるかもしれないですね。あとはそのこぼれ球もあるかもしれません。浮かせてきたボール、さあ中に折り返して最後はこのままボール外に行ったんですがゴールキックです。ところで、ね、はい、ゴールキーパーとの間に、ね、しっかりと落としてきましたし、まあ、鈴木がしっかりとフリーになってましたから、はい、先ほどもセットプレーから一つチャンスは作りました。山本康介ファーサイド狙ってきたヘディング、ルキアも走ってましたけれども多いですかね。はい、多いですね。こうフリーでね、はい、こう打たしているところありますから、岡山のディフェンスのファーサイドには井上もいます。井上が中に入ってきましたが、さ速いボール蹴ってきた、もう体に当たって、ここで蹴ってきたボールちょっとスリップして、うん、鈴木優斗縦に入れる、松本雅也の右足強烈、ルキアンもいた。いや、よく金山、いや、ちょっとブレてたと思うので、ね、強烈な右足振ってきました松本雅也です。ただよく我慢し、後半はホームの岡山からキックオフ、白井が今ボールを入れてスタートしました。画面右から左に攻めるのがホームのファジアの岡山、左からこうしたボールは一つ有効になりそうですね、はい、まあ、前半なかった攻撃ですよね、はい、今そうですね。松本雅也、もう一度ルキアン、さあルキアンから松本、ちょっとボールを見失いましたがルキアンが出てきた、決めた、うまくコントロールショット、先制はジュビロ磐田です。ルキアン今シーズン3点目、緩かった分前にスペースがありましたし、まあ、インフロントで、まあ、逆サイドを狙って、まあ、非常にこう、まあ、精度の高いボールがね、ゴール前に飛びましたね、はい、ただこの最初の、まあ、ルキアンの、まあ、動き出しのところですよね。上城が狙ってきた、わずかにそれましたが可能性を感じるシュートでした。そうですね、縦回転で、はい、ここですね。そうですね、ゴール前捉えていればっていうところですけども、本当にこうギリギリボール、はい、クロスも上げれる上城ですが、仕掛けていって左足中うまく入れた、最後は川本が飛び込んでいきました。毎週こうディフェンスに向かっていくようなドリブルで前に外して抜け切る前の前線に蹴ってきます。浜田ターゲット、さあ川本後ろからチェック、ここは鹿沼の守備、そしてここで試合終了のホイッスル、アウェージュビロ磐田。